皆さん、コロナウイルス疫病と不況対策に消費税を廃止し、新規国債で国民皆に現金給付、毎月10万円を給付しなければなりません。この現金給付はいわゆる生活保護とは異なります。この現金給付で日本の消費と生産を積極的に支え、国民一人一人の一人も漏らさず命と生活を守るのです。これによって現状維持ではなく、疫病感染対策に応じた新たなものとサービスが生まれます。コロナが収束しても元には戻りません。現状維持ではなりません。革新が求められます。100年に一度とも思われる疫病と恐慌非常事態です。これまでのいわゆるグローバル資本主義、新自由主義的な経済政策は通用しません。これまでの資本主義、市場経済に任せては、このコロナによる疫病と不況を乗り越えることはできません。政府が積極的に財政出動し、新たな様式の新たな形の生活経済活動を作り上げなければなりません。あなたはいかがお考えになりますか。